こんにちは。成田エクスプレスと、ロマンスカーが行き交う、この場所は、信州の北部、長野電鉄の須坂駅です。車両基地や工場があり、多くの車両が誘致されている、長野電鉄の心臓部です。ホームの片隅には、転鉄機と車輪が展示されていて、そこには、だるま転鉄機が3台ありますね。手前側の2台は、前回の動画で解説したタイプですが、奥の1台は形が違うようです。どんなものなのか、調べてみましょう。ということで、須坂駅の南側に来ました。ここは2012年に廃線となった社線跡、現在は加藤線記念公園となっています。須坂市により整備されて公園となり、たまにイベントなども行われています。多分、現役時代の線路がそのまま残されていると思われますが、二つの分岐器があり、だるま転鉄器がついてます。今回、なぜこのだるま転鉄器を取り上げたかというと、主はここ須坂が生まれ育った場所でして、帰省中にたまたま通りかかったところ、これを発見したからです。すぐ近くには通っていた小学校もあり、放課後はたまにこの辺りで遊んでいました。線路横の斜面でのびろを取ったり、たまにやってくる加藤線の一両の電車に手を振ってました。残念ながら鍵がついているため、動かすことはできませんでしたが、隙間から中の様子を観察したり、手を差し込んで仕組みを探りました。なるほど、重要なのは下部のここですね。調査中に、自転車が3台横を通っていきました。それでは転換方法の仕組みをユニティで作りましたので説明します。カバーは省略し、内部構造だけ表示しています。レバーと軸と円盤状のものが一体となりますが、円盤は軸に対して斜めに取り付けられています。そのため、レバーの動きにより円盤下部の位置が左右に移動し、トングレールと繋がれているリンク部分を動かす仕組みになっています。前回のタイプは、重力で密着するまで押し付ける方式ですが、この方式では、ストロークを変更できる機構がついており、より柔軟な調整が可能な気もしますが、どうなのでしょうか？だるま転鉄機で検索をしたのですが、このタイプのものは、ここ以外で見つけることができていません。ご存知の方がおられましたら、コメントにてお知らせいただければ嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。また、次の動画でお会いしましょう。